山本さんは英語とはイタリア語はダメですね。ああ、ダメですね。はい。じゃあ日本語で我慢してください。私の日本語不十分かもしれないけど、大事なのはあなたの言ってる言葉だから。まずですね、やっぱりオリンピックの話メインにしたかったけれども、もうオリンピックはさっき言っちゃったから、今ねすごい問題あるのはコロナウイルス。ご存知のようにイタリアでは大変なことになってるんですけれども、他の国もそうだけど、日本だけを唯一してるんですよね。ということは、日本の今現在の政府内閣に関しては 彼らの政策に関しては何か言えるんですか？日本が安全だっていう話ではないと思いますよ。要は日本は実態がまだはっきりと分かっていない、状況がまだ把握できてないってことですね。例えば、検査の数が圧倒的に少なかったりとか、結局検査を受けようと思ったらかなり重い肺炎にならないと検査してもらえない状況なんですよ、今の日本は。なので実際は表に出てる数字よりももっと多くの感染者がいるだろうということですね。で、今政府がやろうとしていることは何かというと、とにかく外に出るなと、自粛してください。そうですね。命令ではないんですね。命令はできないんですね。で、イベントはやめてくださいとか、で、とにかく人は集まらないでください、今週末は外に出ないでくださいっていう話なんですけど、週末に外に出るなって言ったとしても、コロナウイルスは、1週間のうち5日間休んでるわけじゃないですね。毎日活動しますから。それを考えたら、これ日常的にというか、毎日人が集まらないように、人が移動しないように、一定期間しなきゃならないと思ってます。じゃあ山本さんは完全にロックダウンに関しては賛成ですか？ロックダウンということに関して、でも条件があります。何かというと、もちろんこのコロナウイルスの騒ぎになってから、多くの方々が仕事を失ってる、で、店も潰れてる、そんな状況です。なので、ここに対してちゃんと国が保証をする、心配はするな、金は出す、店も潰さない、雇用もなくさないということを全て保証するという約束のもとでロックダウンというんだったら、まだこれは意味がある、要はピークを遅らせるということで意味がある、時間が稼げるということですね。けれども、この、しっかりとお金をつけますと。要はお金を国がしっかりと出すから、みんな心配しないでくれ、とにかく今は休んでくれということが、お金を伴わずに、お金が出ずに行われたとするならば、これはほとんど意味がないですね。結局みんなお金を稼がなきゃ生きていけない、物を買わなきゃやっぱ生きていけないわけだから、そうなったとしたら、いくら政府がそういうことをやったとしても、人々の流れは大きくは変えられないだろうと、そう思ってます。じゃあ、もし山本さん、現在、今、総理で言えば、いれば、ロックダウンしますか？100兆円いりますね。100兆円の経済、政策を打たなきゃならない。アメリカでさえも220兆円ですから、日本だったら100兆円レベル。これがもっと早い段階だったら、もうちょっとここまでの金額に達しなかったですね。2月の段階だったら多分20兆円ぐらいで済んでたかもしれない。でもこの事態っていうのは、遅れれば遅れるほど、その財政規模、予算規模っていうのは大きくならなきゃ、世の中止まらない状態になってきてるってことですね。さっき検査の数の話出てきたんですけれども、それはもちろんもっと検査するのは物理的には無理ではないんですね。だからちゃんとの選択なんですね。検査そんなにしないこと。例えば韓国とイタリアはもう10倍、20倍ぐらいやってるんですね。だからそれの政策に関してはどう思いますか？それは合理的な選択ですか？それとも無責任な選択ですか？ごめんなさいね、私がイタリア語が分かってて、イタリアの、ニュースを見れるわけじゃないので、英語が分かっていろんなニュースに触れられるわけじゃないので、日本に届いている限定的なニュースをもとに話をすると、日本よりかは合理的に見えますね。例えば日本では2万弱だかな、2万ちょっと検査してるんですけれども、イタリアでは30万、韓国は45万、もうやってるんですよ。
東京都、まあ、一番大きな日本で大きな都市ですけども、ここに至っても1日に100人も検査できていない状況ですから、これは異常ですよ、はっきり言って。で、線引きが必要ってことですね。線引きは何かって言ったら、要は軽症の人たちもやっぱり隔離しなきゃならないってことです。あと隣の人もですね、例えばポジティブになったら、まあ、子供たちとか女房とかおじいちゃんとか検査するべきなんでしょうね。日本ではしないんですよ。いや、日本はさっき言った通り、とにかくひどい肺炎にならなきゃ検査してもらえないんですよ。っていうことになったとしたら、症状がない人でもウイルスにかかってる人、他にも軽症の人っていうのは、少なくとも生活をするために動かなきゃならないので、この間感染を広げることになりますね。なので、その軽症っていう人たち、無症状っていう人たちに対して、やっぱりこう自覚を持ってもらうためにも、で、軽症者に対しても別でもうちょっと軽い隔離的なものができるような形を作るためにも、やっぱり実態を知る必要があるということですね。実態を知らなきゃ手当てはできない、そういうことだと思います。まあ、山本さんは前からちゃんと本当のことを言ってる方ですから、正直言うと日本のデータに関しては信用できる、信用できるかできないかって話ですけれども、今あるデータは事実ですね。分かる。検査した中から出てきただけ、その結果でしょう。このデータは嘘じゃないですね。なるほど。なので、だからこの、なんだろうな、それ以上広げないために、おそらく要は知っちゃったらそれに手当てをしなきゃならないってことが、私政府だったりとか行政が嫌がってるのかなというふうに思いますけどね。わかりました。じゃあちょっともっと広がる話を広げましょう。外国メディアから山本さんは、まあ、いろいろ呼ばれてるんですけれども、その中で日本のベーニー・サンダースとか、そうですね、ちょっとポプリスト、わかりますか、ポプリストの、それに関してはどう思いますか。自分でポプリストと呼ばれるのは嫌ですか、本当ですか。いや、もうどっちでもいいです。気にしない。気にしない。何でもいい。人は好きなようにしか言わないし、でもおそらく私のことをポピュリストと呼ぶ人というのは、おそらくレッテルを貼りたいってことですね。で、どのようにレッテルを貼りたいかって言ったら、実現できないようなことをいかにも実現できるような話にして、よく考えてない人たちを煽ってるんだっていうことなんですけど、私はそうは思わないです。人々、今本当に日本の国っていうのは子供の7人に1人が貧困なんですよね。で、1人暮らししている女性の3人に1人が貧困、こんな状況ですから、この状況をやっぱり底上げするためには国がお金出すしかないんです。で、私たちはイタリアと違って、なんだろうな、自分たちの国の通貨を持ってるってことですね。イタリアはユーロですよね。だからイタリアの都合でユーロは刷れないってことです。だから自分たちで財政政策、金融政策ってことをやっていけないってことですね。一方日本はそうじゃない、円を使ってるわけですね。なので円で借金をするっていうことができるってことです。で、円を吸ったら返せるっていう話ですね。そう考えるとすると、やはりヨーロッパみたいな緊縮っていうような方向に向かわなくても、必要な時には本当大胆にお金を出せるっていうような状況になるわけです。でもこのコロナの状況になったとしても、日本はそうしようとしませんね。ドケチっていうことです。これによって誰が苦しむかってことですけれども、要は緊縮ですね。要はお金を出さない、政府がお金を出さない、ただでさえ景気が悪くて一般の人たちはみんな物を買えない、買わない、で企業も投資をしない、世の中にお金が回らない、こういったデフレが20年続いてて、これを変えるためには政府がお金を出すしかないんですね。どうしてそれをやらないのかってことなんですけど、例えばですけど、イタリアとかだったら今コロナの状況が悪化した一つの原因として、日本で報じられているのはその緊縮、要は自国通貨がで発行してっていうようなことで、財政を賄えないっていうことにおいて、結構公衆衛生部門というか病院だったりっていうのが、ベッド数だったりっていうのが削減されていったっていうようなことが日本で報じられてるんですね。これはもう世界中一緒で、緊縮っていうこと、例えば IMF が入ってきたりとか、いろんなことで緊縮せざるを得ないような国々がどういう道をたどったか、例えばギリシャ、例えば昔のインドネシア、ね、例えば、昔
昔の韓国とかってことを考えれば、とにかく削減削減で公務員の数を減らしたり、あと命に関わることのコストカットをしたりっていうことで辻褄を合わせるってことになっちゃう。そんなことしちゃったらやっぱり一番傷つくのはその国に生きる人々ですから。幸運ながらも日本は、独自の通貨政策を持ってるわけですね。独自の通貨政策を行えるっていう立場にあるわけだから、今これだけ沈み込んだこの国の経済を立て直すためには国がお金を出すしかない。みんな救えよって話ですね。それが政治の役割だろうということなんですけども、それをポピュリストと言われるわけですけど、だったらポピュリストでいいよって感じです。消費税に対してはやっぱり消した方がいいですか。そうですね、全部全部イタリアゼロゼロゼロ、もちろんもういらないです。ちょっとヨーロッパとは比較できないんですよ。ヨーロッパの何ですかね、消費税とはちょっと比較できない。日本のね、消費税は、私たちイタリア人としては日本人だ、なぜ消費税にそんな嫌いのはちょっと理解できないでしょ。僕たちはずっと前から 20% なんですよ。なるほど、20ですよ。それはあれですか、食べ物にもかかりますか。もちろん全部マーケットで全部。じゃあイタリアはちょっと立ちが悪い取り方ですね、うん、ヨーロッパの国々の中でも当然生活必需品であったりっていうものには非課税だったりとかっていうような国もあるわけじゃないですか。そういうバランスが取れるんだったらまだ話は違うかもしれないですけれども、でも世界各国と比べてみると日本はその税収の全体、税の全ての収入を見たときに消費税が高くなってるんですよね。それはいくら消費税が 20% っていう国と比べてみたとしても間接税ですね、この消費税は。この間接税の割合がやはり高いってことになってる。だからこの間接税が高くなるってことは当然、他の税金が抑えられるってことになりますから、法人税だったりとか、あと所得税だったり、金持ちからより取れなくなったりとか、大企業からより取らないっていうことになっちゃってる。日本においての消費税っていうのは失敗してると思います、ね、さっきちょっと言わずれちゃったんですけれども、ロックダウン の事情の中で一つのびっくりするのは、日本ではなぜテレワーク、まあ、なんて言うんですか、スマートワーキング、家から仕事する、なんていうの日本語で、はいはい、テレワーク、テレワーク、うん、なぜそんな広がってないんですよ。いや、ねまだファックスの天国の実証、この国は、うん、テレワークに切り替えてるところもあります。ただ全ての仕事がテレワークできるわけじゃないっていうところが一番重要なんだと思いますね。もちろんテレワークで対応できる、家にいながらにして仕事ができるっていうような環境で対応できるところはしていった方がいいし、これからそうなっていくと思います。ただ問題は、そういった仕事が全てではないというところが一番大きいんだろうと。でそういった仕事に就いている人たちをどう守っていくのかですね。例えば今コロナの状況で考えるなら医療従事者、お医者さんとか看護師さんとかですね、他にも例えばその供給面ですね、例えば食べ物であったりとか輸送であったりとか、とにかくロックダウン的な状況になったとしても必ず空いてなきゃいけない人たちをどう守っていくのかって考えたら、これは一番の解決はもちろん衛生部分もあるけれども、経済的に上乗せしていくしかない。危険手当、お金を上乗せしていくということで、やっぱり一定、なんだろうな、その危険の対価としてるしかないということだと思います。ねえ、私も日本で40年間ぐらいで滞在してるんですけれども、まあ、行ったり来たり、政権交代は1回だけ見ました。自民党と民主党の時、菅さんの時。あれからまだずっと自民党なんですけど、これからはまだ政権交代、答えはあり得る、見られる将来は。